き直した。お疲れ様です。おはよう。おはようございます、お嬢様。おはよう。おはれな。待って。みんなのおたかつのうちわを貸してくれ。オール、え、なんかダンス踊ってて時計見たら5時過ぎてた。ビビった。え、マジかと思って。マジ暑いんだけど、でも今日っていうか最近暑いよね普通に。おはー歩いて帰ったら3時半。やばやばいやん、気をつけて。熱ないよ、暑いだけ。食べて。待って、ちょっと待って、冷蔵庫に顔入れてこようかな一旦。暑すぎてやばいんだけど、普通に汗かいてやばい。もう一回お風呂入ることになっちゃう。暑いよ。ちょっと省エネ、喋らないでおったら暑くなくなるかな。マジ気づいたら5時過ぎてた。ビビった。なんかフリブイート定点とずっと見てて、で、あの時計が出ないじゃん、画面横にしてたら。今何時だろうと思ってスライドしたら5時過ぎてて、やっばやばやばってなってました。ピノやばい、ピノ食べてやばいと思う。ピノ暑いですね今日もね。15時間寝たから寝れんくなってる。あ、私ですか。さきちゃんグモーニング、モーニング。レナちゃんおはよう、おはよう。めっちゃ暑い、お疲れ。あ、でも踊ってたからさっきまで。え、聞いてください、私振り起こしできました一人で。嬉しい。振り起こしを一日でこんなに早くしたことがないから、なんか暑って感じ。暑って感じですね。いつもいつの間にか5時になってる。本当に暑いですね。頑張ってるね、ありがとう。いつもそうやって言ってくれて。全然頑張ってないんだけど、ありがとう。ピノ食べないと霜が多分やばいと思う。そう、めちゃくちゃ集中したの。そしたら一曲覚えれた。でもどうなんだろう、そんな簡単なのかわかんないけど。え、エアコンつけてるよ。マジ見て、冷房にやった。除湿だったの、ついこない、さっきまで。だけどもう暑すぎて冷房にしました。冷房にしたけどさ、これ寒くない？ 25.5 度。25度にしとこう、暑いから。みんな褒めてくれる、頑張ったって。そのあとは忘れないようにするためなんですけど、それが問題。おはよう、頑張ってね、ありがとう。え、マジやばい、初めてエアコンつけた。やばい、お茶飲んだから咳出る。お茶飲んだよ、冷たいお茶食べて。アイス食べたら熱くなくなる。熱い熱い熱い。除湿のがね、電気代高いってよく言うよね。それなんかみんな前にも言われた気がする。みんな寝ていいんだよ、今日仕事の人は寝ていいんだよ。寝ていいんですよ。私はなんか起きてるからやってるだけで、みんな月曜日だから眠いでしょ。今日月曜日なんですよ。ね、今日月曜日やばいよね。薬局行こう。今日雨降ってんの外。おはよう、レンちゃん。おはよう。じゃあ少し寝ます。え、寝な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 、全然寝な。え、300回目おめでとうございます。ありがとうございます。電気代1000円は高くなる。え、マジやばい、ずっとね除湿つけてるから。なんか雨だったやん、雨のなんかあのあれが嫌いなんですよ。あの曇りじゃないや、何、なんかモワモワ感が嫌なんだよね。湿気か、湿気が嫌なんですよ。
今日も課金のために働くよ。絶対嘘やんそんなん。記憶定着、え、そうなんだよね、寝ようって思った。じゃあ寝るか、休憩強いとか言わないで。え、マジそれな。え、マジレナもなんか高校の時になんかもう最悪今日月曜日やでみたいな、1時間目から体育あるんやけどみたいないう話をして、なんか言われるんやけど、月曜日って言わんとってってずっと言ってました、友達に。雨止むんだ、よかった。じゃあ買い物行きますね。今から鼻痛んつ、やばい、かわいいやん。頭に花咲かせな。あまり無理せず頑張ってね。ありがとう。あ、え、外寒いの？嘘。うん、よかった、今日晴れるのか。今日晴れるんですね、よかったです。うん、咳だいぶ良くなったと思う。だいぶ良くなりましたね、まあ、全体的に良くなりましたね。ウェルシア行く。ウェルシアないんだよね、近くに。多分分かんないけど、まだ雨降ってるね。音が聞こえる、パチパチ音が聞こえる。めっちゃオタクしてるやん。めっちゃオタクじゃないですか。ちょっと待って、画面の明るさマックスでやってた。女王やめろ。週末イベントあるから。え、そうなんだよね、週末ね。おやすみメール届かなかったからすぐ寝れなかった。ねえ、待っててくれたの、待っててはないか。ねえ、思った、めっちゃさ、メールちゃんと書いてはないけど書いたのに。しかもね、でも52、3分に送ったんだけど、まだダメ？ダメなんだ、ダメなんだ、ダメなんだって感じですよね。ダメだったんだって感じですよね。いい子にしてなかったから。そう、みんな花の配信に行ったからね、だからメール届かなかったんだよ。花の配信に行ってない人はメールが届いてないです。はい、今日会いにしたろー。熱い、でもちょっとマシになった。終わった時点でそれぐらいだった、だからか。でも50何分にはちゃんとね送ってた。送信済みのところ見たら何時何分に送ったか分かるやん。あれ見たんですけど、ちゃんと送れてました。待ってたかどうかな。一緒だよ、待ってなさそう、すぐ寝てそう。前髪目に入る、痛い。そう、おやすみメールね書いたんだけどね、ちょっと遅かったみたいです。遅かったみたいですね。そう、半を配信行った記憶行った記憶で理解したやろ。可愛くないよ。シュンさん勝手に母の配信連れてきました。言い訳メイビーですね、メイビーですね。最初から二窓してたんで、僕は違いません。二窓してる人も届かないよ、当たり前だけど。送信先合ってる、合ってる合ってる。いや、ワンチャンそれ説ある、合ってると思う。怖いね、前髪ね切りたいんだけど。でも幼くなっちゃうから、前髪切ったら嫌なんだよね。だからそれがもうなんかね、前髪のさ、前髪の昔の前髪のパッツン、昔じゃないけどパッツンの時の写真を見返したらマジで幼すぎて、前髪でこんな印象変わるんだみたいな思いましたね。お、今日休みなんだ、いいやん、たくさん寝てください。あなたも花の配信に。いや、生存確認、花の生存確認です。花が配信終わった後に LINE で2人で喋ってた、花と。そう、パッツンだった時、いやいや、一昨日くらいに送信先間違え、え、マジワンチャンあるかな。え、でもなんか2つあるんだよね、なんか
なんかスキーメールって自分で解明できるやん、あれ。なんかお母さんとかお父さんとかメールのメールアドレスを解明できるやん。でそれをスキーメールってやってるんだけど、2つあるんだよね、なぜか分かんないけど。いつも適当にどっちかを押してるから、どっちかが届かないとかなのかな、分かんないけど。でも多分時間だと思うギリなやつは毎回届いてないからね。普通好きだよ本当に。だって子供好き、子供すぎるんだもん、本当に子供すぎるんですよ。僕に刺さりますじゃないよ花の独り占めじゃん。そう、二人でお話ししました。お花なレナピョン呼びなんですよ。レナピョンありがとねみたいな。 LINE でもレナピョンですね。現実社会でもレナピョン呼び現実社会でのね、せやがついたわつは。え、本当にマジ結構伸びたくない？結構伸びて負けるようになってきたんですよね。だから痛いよ、目に入るよ。え、マジ目に入るのが本当に嫌すぎてやばかったです、やばかったです、やばかったです。お花の家に行った夢見たの。いいやん、いい夢じゃないですか。いい夢見てるやん。注射器になって花の独り占めしたい。いやダメだよ、お花は厳しいから。後輩には同期に優しいけど厳しいから。後輩に、後輩に厳しいから、厳しいから、厳しいから話の写真見ていただきました。ああ、あの地下のやつ見た気がする。なんか4枚ぐらい上げてたやつかな。浮気じゃないんで、確かに微妙だよね、微妙なライン。今どうヘアピン詰めたら跡がついちゃうんだよね、こう根元が。あの分かる、今でもちょっとなんか跡に、跡というか癖があるんですけどそんな頭皮ジロジロ見せられてもって感じだよねえ、かきれなの足マジでブスで嫌なんだけど後輩に厳しいのはかき方だけだよ厳しくしよう、おこおこ。花後輩に優しそう、確かに厳しくて花先輩についていきますなんでレナ先輩についてきてよ昨日昨夜の夜、レナさんになんか交わされそうに、あ、夢、夢見たの。またレナの夢見たの。好きやん、レナのこと。レナのこと好きじゃないですかそれユニキタさんまど、え、何怖いんだけど。2時じゃないの、もう何言ってんのレナ先輩はだから見放送いやいやいや、もうなんか喋んない後輩は。もうなんか何って感じだから、そういう感じ。エレナ先輩おごらない、おごらす、逆に。そう、おごらす。何これ買ってって言って、あのおごらしますね、はい夢に出てくる皆さんお願いします。エレナのこと考えてたら勝手に夢に出てくるもんだよ取り憑かれてる、言い過ぎやん言い過ぎ、言い過ぎ花先輩取られる、花に後輩取られるか、あかん、そんなんやったら。あ、そうね、ここみ8時ね。ミギー限れな、ミギーはもういませんかいないんだよね、ミギー、いなくなっちゃった。どこ行ったんだろう、ちょっと寝てる、今寝てるんですよ。4時間睡眠するから、ミギーだから4時間前のマシにそうして、これ買ってきて、これ買ってきて、早く3秒で行ってって言いますね
真の編集しました。え、写真に編集とかあるんだ。今日はってか、あの右は4時間寝ないとダメなの。一回戦ったら4時間寝ないとダメなのね。だからあの4時間今寝てる。そう、なんかお休み中ですね。お休み中です。ここの問題、二重幅が狭いからかな。綺麗になってた。え、そう、隠れてる、ね、寝てるだけ。また現れる。なるほど、脳奪われたな。違うよ、脳奪われてないから4時間寝るんだよ。だから全然先輩とかついていけないの。後輩にちょっとレナの右手は右がいるっていうことをちゃんと諭す、信じさす。いやー、さっきのなら、いやー、3秒目自分で買ってきてくださいって言い返そう。え、ダメだよ、言い返したらダメだから。言い返したらもうダメ、言い返したらダメ。言い返しはダメです。ダメですね、ダメです。眉毛と目の間ってこんなもんじゃないの。まあでも二重がもうちょっと広い人だったらもっとこんぐらいだもんね。確かにそれはある、それありますね。右だから消してないって寝てるんだよ。僕なら3秒で結婚できますよ。いや、結婚できないから、3秒でできないから。名前とか書くでしょ、書類に。ダメだから、結婚できないから。書き干される、干し書きやん。干し書きになります。はじめまして、藤本が何だ。アンパンとクリームパンどっちがいいですか。クリームパン3秒で買ってきて、クリームパンを3秒で買ってきて。おはよう。あ、二度寝すんの。寝な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 。左はいないよ、右だけだよ。今日と一番だよ。嘘やん、嘘つきやん。嘘つきは泥棒の始まりって言うでしょう。うんうん、なんでここに服がかかってるかというと、乾いてなかったからです。チョパエモンのお下がりあげないよ、チョパエモンは。お下がりでもあげないよ、お気に入りだから、チョパエモン。サミは付き合うことはできるけど結婚はできない。そうね、確かに。なんかさ、よく言うやん、なんか何のために結婚するのみたいな、付き合ってるのと結婚するのと変わらないやんみたいな、よく言うけど、確かにそうかもね。それいいこと言った。いいことかどうかわかんないけど。一理ある。仕事準備頑張ってね。ひど、疑われてる。疑うだろ。ひどくないでしょ、妥当な反応だと思います。私は事実婚派なんや。事実婚って何、なんか家庭科でやったなんちゃら婚なんちゃら婚なんちゃら婚みたいな、なんか結婚の種類にめちゃくちゃあって、それがテストに全部出て、なんか覚えなさいみたいな言われて、何にも覚えてなくてやばかった気がする。先輩の家に座る、え、マジで後輩とか絶対呼ぶと思う。ダメだよね。だって同期ですらたまり場になってるから、私の家は。こないださ、なんか一面がいる時に、なんか今日泊まりに来てみたいな、今日絶対なんか夜にメンタルやられる日だから。メンタルやられるから、だからなんかあの今日誰か泊まりに来てみたいな言ったら、みんないいよみたいな言ったけど、誰も泊まりに来なかった。返事だけかよ、あの人たち。返事だけいい返事して、あの来なかったですね。はい、さよならって感じでバイバイしました。そんなに種類あるのか。そうだよ、めっちゃねあるんですよ、結婚の種類って。めっちゃ確かあった気がするよ。違うっけ、なんちゃら家族みたいな感じかな、わかんない、なんかそんなんあるよね。一回きれいな、おはよう、おはよう。最
金も一面遊びに来てくれるの。いやなんかあんまり遊ばないかな。お昼ご飯を食べにとか、なんかコンビニでご飯か、なんか事務所でご飯食べるならえなんち行こうぜみたいな。で事務所にもレッスン場に戻らずにそのままみんな居眠りして帰るみたいなご飯だけ食べてレッスン場にちゃんとみんなで行こうねっていう話をしながらご飯を食べたのに、みんなで川の字になって寝てる、寝てますね。結婚する相手に求める絶対に譲れない条件ってありますか？ないですね、ないですねないですね。常識人じゃない。まあ大体常識ない人とかあんまり分かんないけど、あんまりいないよねそんな人。そう、口だけ言われた。たこ焼き買ったらみんな来てくれるのかなそうなんですよえ、何そのキャラメルコンとか何、え、そんなのやってないよテストで何それ。そういうのもあるらしいです。厳しいけど夜やられてメンタルやられてる先輩おもろいねおもろいですね。そう、朝まで寝ない。プライベートの付き合いは大切、ね、私はなんかあんまりプライベートとかはなんか踏み入ってほしくない派なのでメンバーとかにも踏み入ってほしくないというか、なんかね、わかんないですね。その人と遊んでるときはずっとその人のことを考えておきたいじゃん。2人でとかでも3人でとかでも。川の字で寝てんの、ここに、ここにみんな寝てるんですよ。これも不機嫌と結婚できる可能性あるんやな。いや常識なさそうだからダメ常識人って言ったからそれしか反応がなかった。おはよう、おはよう。レナだけ見てくれてる、見てくれる人。いや別にそんなあんまりないかもいや怖くない？レナだけ見ろとか無理でしょ。可愛い人いたら見るじゃん、男の人とかって街中で。私のお兄ちゃんとかがそうなんですけど、なんか普通に2人とかで買い物とかも行くんだけど、お前見たか、さっきの女の人めっちゃ可愛かったぞとか言ってくるんですね。いや知らんわみたいな。いや横に可愛い子おるやんって言ったら、お前と一緒に歩きたくないわとか言われますやばいよな。結婚相手青年実業家ミュージシャン、どういうことどういうことどういうこと限りなくんがあればいいね。確かに独自のルールやばいやん何歳まで結婚したいとかある？ないです、ないですね。全然何にも考えずに生きてる。まだ自分は小学生だと思って生きてるから、ないですね。マジ小学生だと思ってるから、なんか大人になりたくない。なんかそういうなんか成人式のこととかも考えたくないし、なんか大人の第一歩系のことは考えたくない自称小学生と思ってるので、一生遊んでいきたい一生気持ちは小学生ですね。髪の毛ごめんせん、そうなんだよね、前髪にオイルつきすぎちゃった。早朝なのに目覚めてるね。そうです、目覚めてます。コミント寝るときは手握らないよ握らないですね。コミント手つながないよ普段。おはよう、常識あるんだかわいい、知ってるよー、ね、見るでしょ、結婚していいよいいよー、おはーです、あらるだよ、わかるね。そうよく言われるね。限りの自分の子でもいい、柿本って言われそういやなんでだよやばいやん自分の子供に柿本呼びされてたらやばいよね、少年だから。え、マジ現実逃避すぎてやばいよね普通に。
今週このまま何欲しいとかある？ないかも。ないですね。ないです。なんか別になんか結婚しなかったら地元のその親友と二人で二人でなんかいろいろ計画を立ててるんですよ。ここ二人ともなんか結婚してなかったらあのここに一緒に住もうとか旅行行きまくろうとか言ってますね。それぐらい私たちは本当に小学生の生き方をしてますね。はい、地元でもまずはなんかたくさん旅行に行こうみたいな、なんか沖縄絶対沖縄に住みたいんだとか言ってました。沖縄で一緒に住もうよみたいな言ってた。毎日ママと手つないで寝る、ニジには手つないでくれへんのや。いや違うから、レナがつながへんねん。えマジでレナってココミのことが大好きなんですけど、手とかはつなぎませんね。それ嫌とかじゃなくて、ココミさんが嫌とかじゃなくて、あの私が嫌なんですよね、そういうのが。ないかもそういうの。なんか女子校とかでもたまにあるやん、なんかずっと手つないでトイレ行ってるみたいなそういうのはちょっとって感じ俺のここみ、え違うよ、それだけは絶対違うよ、それだけは絶対違う。俺のここみですから、俺のここみです。はい、俺のここみですねギュッと点をつなぎながら、ディリーなだけなんで僕はみんな優しいです。まあまあまあ、ディリーはいい人説出てるからな最近レナの中でディリーはいい人説最近出てるから、まあ、まあいい人なのかもしれないね。そう、みんなに優しいからいい人説は出てるよね。ありますねそれはね。うんうんうん、来たはこれじゃないよ別に。許してないから許してないからねドキドキ結婚しようアイドルするのは応援するよ。いやいや、もうその頃にはいないでしょきっとリリー人なの。いや、わかんないいや嫌だよ、嫌だけど、嫌じゃないけど、そんなの、なんていう、選べるなら、そらね、レナのことを特大思ってくれる人の方がいいですよ。だけど、まあ、DD の人も、そう、なんていうの、人数が多いだけで、きっとね、気持ちはね、一緒ぐらい好きだと思うんですよ。って言ったら、多分、タウン推しの人が、いやいやいや、DD の人よりは好きだよとか、なんかちょっと怖いから、なんかいろいろ怖いから。いろいろ怖いから、ちょっと、まあまあまあ、それはね、まあ、置いといて。私は作らないけど、DD ではない。そういう人たちの名前つけてください。楽しい。そういう人の名前は楽しいですね。はい。楽しいですね。DD じゃない。嘘やん。嘘じゃん、それ。かわいい、知ってるよ。DD だけで、DD だけど、後ろめたい気持ちがある。あー、後ろめたい気持ちか、そういうことね。あー、確かに、タン推しなら推してる方もこの子が俺のタン推しだぜーってなるけど、 DD だったらみんなのこと好きだけど、みんなのことが好きだぜーっていうマインドにはならないってことわかんないわかんないけど、そういうことか。推し作らないって言ってるのに、タン推し楽しいやん、そんな、それ以外の言葉はないですよ。はい、箱推しもいっぱいいるからね。いや、箱推しって DD なの、わかんない、何 DD と箱推しの違いがわかんないですね。箱推しもほぼ DD みたいなもんじゃない、大海賊時代ね勝手に時代変えないでDD ではなく2、3人推し。あー、まあそれはタン推しでもなく、普通にこの子とこの子が好きでいいんじゃないわかんないけど
かんないけどね。話し方口調しっかりしてないよ、全然しっかりしてないんだけど。ありがとう、なんかスピーチとかの可能性を感じてくれて嬉しい。そういうの嬉しいよ。嬉しいですよ。同じ会とかスニークしたも知らない。いや、タン押しの人もさ行くやん、何人も。ツーショット会とか一人の時とかないの？タン押しの人はかっこいいと思う。確かに、それは思うね、それは思う。確かに、なんかこんなに、特に48とかはこんなにたくさんの人がいて、なんかアイドル側がね、こんなにたくさんのアイドルがいて、なんかこの子だけなんだってずっと言ってるってことでしょ。かっこいいよね、それは。それはね、かっこいいと思います。お手紙の代読よかったよ。手紙読んだわ、そういや。手紙読みました。時代は常に変わるもの。確かに変わってるね、時代は。DD の時代が来たの。単押しは確かにね、まあ響きはいいよね。響きで、響きもだし、内容もちゃんとしてると思いますね。おつです、はじめまして。咳が出ますね、まだまだ。はじめまして、定型文なのか確か。なんか定型文だったら読まない人みたいな発言。帰りたいから一人か取ってないだけ、頭取ったことない子だけに言いたくなっただけ。いや、言い訳ですね、それは。言い訳二連覇やん。言い訳二連覇やから、やめてやめて。DD の時代が来たら僕の時代来ません。 DD の時代が来たということは僕の時代が来たと一緒じゃないのかな、違うのか。おはようございます、真面目スピーチできる。いや、できるわ、レナ。スピーチめっちゃ上手いからね。スピーチって何、まず。どういう感じ、スピーチってなんだろうね。うまいとか言っといてスピーチって何、あんまりなくない、そういうの、そういう場面ね、ないよね。推しの仲いいメンバーにも握手会とか行くね。あ、それよく言うね、みんな。なんか誰々をよろしくねって言ってきたよとか聞きますね。 DD 時代は、でも DD 時代と楽しい時代共に来てるんじゃない、心に刺さります。DD の人はもういいに行けないね。1グループ1人の推し、あ、いいじゃん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 、それいいじゃんいいじゃん。女子だと家族と言って会ったし、あーってことは我らが一番ってことか。ってことか、ってことか、一番レナが優先されただから。カメコなので、カメコの人もすごいと思う。なんかすごいよね、カメコの人もすごいと思いますよ。やばい、バグった。あー、バグってないわ。ショールーム推しです。あ、ショールームの私が好きってことですか。ありがとうございます、ありがとうございます。服がちょうど良かっただけです。もういいって、言い訳しないの、何回も。無駄な無駄な言い訳。コンサートで撮ったことない。え、そうなの。え、じゃあ普段撮るんだ。カメラ使うことあるの、普段。何撮るの、すごい。いやにゃん、おはよう、仕事行って。レナニャンですね、はい。レナニャン頑張ってください。レナニャン頑張ります、今日も。いってらっしゃい。ね、時々咳出ちゃうね。いや、大切なのじゃないわ。
悟してるんだけど私が悟しだよ。おはよう。おはよう。うん。一人押しなら楽しい。楽しではないでしょ。楽しではないよ。アイドル以外撮ったことない。あ、逆にまあそういう人もいるよね。けどなんか旅行先でなんか何カメラ普通に使ったりとか。そういう人もいるよね。コンサートあるやん、夏に。夏のツアー行かないんですか。みんなは行くんですか。チームコンサート。おはようでーす。どうなんだろうね。昇進旅行に出ます。いやいや、かけれの卒業したけど旅行行ってるやん。元気やんか。元気じゃん。充電しよう。そう、充電してないの今。よくわかったね。かけれなコンサート出ない。出ないから行かない。好きだね、レナのこと。レナのことが一番好きってこと。そういうことか。行くか行かないか内緒で。なんで教えてよ。みんな行くならどこの県に行きたいの。オープニングアクターないですね多分。北海道あったね。いいよね、行きたいよね北海道。いいよね。大阪も良くない。大阪、大阪良いよね。北海道はどこでした。やばいやばい、また乗ってるよ。もうやだよ。博多いいね。博多いいよね。博多行きたい。ってか博多っていうからね、九州に全然行ったことがなくて行きたいです。大阪はいいや。え、なんでなんで。大阪はギリ行ける距離やもんね。大阪も行きたい。違う意味で。あ、旅行で、旅行で行きたい。かきれなもうちの親ちゃんみたいにカメラ向けたら変顔しかしてこなさそう。マジでな、カメラ向けられたら本当に変顔しちゃうんだよね。本当にやばいと思う。マジで本当にね、めっちゃ変顔しちゃいますね。あれがあれば全部行きたいね。旅行も兼ねれるしね。そう、違う県行ったら、行けたらね。そう、食べ物博多九州ね。でもなんかね、九州、あ、間違った、博多ラーメンあるやん、なんか味噌みたいな赤いやつ乗ってる、あれをなんかラーハクで食べたことがあるんですよ。ちょっとそしたら全然自分に合わなくて。はい、絶望坂歩いていける。嘘でしょ、マジで。めっちゃいいやん。え、待って、そんなの、幸せ、無理。想像したら幸せなんだけどね。ずるすぎて無理なんだけど。そんなのずるい、やばい、ずるいですね、ずるいですね。え、めっちゃいいじゃん。夢の箱が歩いていけるところにあるの、いいなぁ、いいなぁ。え、だから亀戸籍の人とかがマジ前列とかだって絶対自分のこと撮ってるってなったら絶対変顔しちゃうね。博多ね、美味しいもんいっぱいでいいよね。博多っていうかあれだけど、和歌山、
和歌山、和歌山も行ったことないかも和歌山行ったことないですね。北海道いいよね。北海道行きたい。沖縄もいい。旅行の話になってるよみんな案外チームコン行かないのかな。まあレナの配信に行く人はちょっと少なそうだけど、ね、行くって言ってる人。なんかあったね、和歌山にパンダいる動物園。なんだっけ動物園、何動物園だっけ、忘れちゃった。なんだっけ、なんか知ってるような気もするぞ。まだ雨降ってるな。アドベンチャーワールド、それじゃない、それだきっときっとそうだきっとそれですね、それだよきっと。おもちゃ王国行った、ちっちゃい頃おもちゃ王国行った、おもちゃ王国行ったんだよ。おもちゃ王国行ったことある、みんな行ったことある、おもちゃ王国行った、ちっちゃい頃に。みんな行ったことある。でも嫌な思い出しかなくて、でねそうね、なんでおもちゃ王国で嫌な思い出ができたかと言ったら、なんかえあるあのマジでなんか卓球みたいなのができる場所があって、でなんか卓球のそのやつがなんか木でできてて、で卓球のあの打つやつあるじゃん、ラケット、ラケットも木でできてて、でその木がめっちゃトゲトゲしてて手に挟まっちゃって、そうでお母さんに泣きながらそのトゲを取ってもらった。だから嫌な記憶しかない聞いたことない、聞いたことない、え行ったことないのか。キッザニアは持ってない、お金 ATM に入れてそのままなんじゃないきっと多分ね。マジ記憶ないぐらいめっちゃちっちゃい時に行ったから覚えてないんで、それしか覚えてない、他はマジで覚えてないんだよね。そう、それがね記憶に残る出来事です。本当に多分めちゃくちゃちっちゃかった、小学生でもなかったと思う。想像しただけでおもろ、面白い、なんでバブレな面白くないから、なんで。普通はなんか想像しただけで可愛いとか言われるんだったらまだわかるよ、面白いってなんだうん、北海道ケツ、あいいね、幸せ北海道めっちゃ声出してないって、そうね、ひどい、なんか偏見、偏見やめて、今にうるさそう、やめてやめてやめて、そういうなんかなんか罪のない人間をなんか罪っぽく言うのやめてもらっていいですかでも確かにうるさかった、お母さんにめっちゃ言われるそれどういうコメントこれめっちゃおもろいんだけどでご希望通り読まないでおこう、すいませんえなんかね、何の話しようと思ったっけ、あなんかあのねえあのね、なんだっけ、ちっちゃい頃っていうか、なんかレナ赤ちゃんって生まれた後ってめっちゃおぎゃおぎゃおぎゃっていっぱい泣くでしょ、産声だっけ、あれがなんかレナはなくて、一回なんかおぎゃって泣いてそのままもうなんか泣かなかったらしいの、ずっと1週間ぐらい何にも泣かなくて、やばいよね、
でめっちゃ静かだったけど、もうなんか物心つく前に喋り出して、でなんかそんな歩くのとかは全然そんなめっちゃ普通に速くないとかではないんだけど、その反応か、いやでもね、でもなんか1歳とかもうなんかもう何ヶ月か経った時点でなんかめっちゃくちゃなんか言葉喋れないのに、喋れないし物心も多分まだついてないぐらいだけど一生懸命喋ってたらしい、なんかを。それがめっちゃ可愛かったってお父さんとお母さん言ってました。ずっと喋ってたらしい、なんかちっちゃい時から、赤ちゃんの頃から。でも生まれたての時はマジで泣かなかったらしい。今に反映されてるそれが。面白すぎるそれ。止めてた、やめて。可愛くないでしょ別に、ちっちゃい時かしゃぶりすぎの人は。反動で今夜泣くのか。泣くのも反動で、泣きすぎてるあるかな。そうマジで、あの喋るのめっちゃ、おい待って、やばい、ツボる。おえおえしてたのやばい。え、でもなんかあのめっちゃ面白い話があって、言ったっけこれ、みんなに言ったか覚えてないんだけど、あのなんだっけ、なんかあの上にお兄ちゃん2人いるじゃん、お母さんもなんか性格的に女の子っぽい性格じゃないんですよ。なんかスターウォーズ好きとか言ったやん、だしなんかあの恋愛の映画とか絶対見ないし、何が面白いのとかずっと言ってくれるのね。小学校の時とかさ、レナがなんか誘っても、うん、そんなの見ないよみたいな、スターウォーズの新しいやつ出たからもうお母さん絶対それを見に行くからとか言って、なんか そういうね、なんかちょっとあの変わった人なんですよね。で、まあ、そうなんですけど、なんか全然キャプキャプ感もなく、キャプキャプしてる時はしてるんだけど、なんか根本的にちょっと私とは違うんですよね。でなんか、ミルクも全然飲まなかったらしい、ミルクも全然飲まなかったらしいです。それでね、そのなんかレナをがお腹にいる時に急になんかあのメモ帳とか食器とか使うなんかあの何、包丁とかまな板とか全部なんかピンク色に揃えたくなったらしいんだって、性別わかんない時に。でなんか、え、これ女の子かなみたいな思ったらしくて、そうなんかもう絶対にお母さんはそのなんかピンクを選ぶとかないんだよね。なんか何かをピンクで選ぶってことが絶対なくて、それは今でもなんだけど、なんだけどレナがお腹にいる時はなんか何でもピンクが可愛いと思ったらしいのね。ピンクと水色だったら絶対水色を取る人なのに、なんかその時はなんかピンクをなんかめっちゃ選んだらしくて、でなんか女の子かなって思ってたらしいんだって。で、まあ、そしたら女の子だって。であとなんかあのめっちゃ車酔いがしたらしいの、そのなんかレナがお腹にいる時に車酔いして、お母さんがね、でめっちゃおえおえなってたらしくて、でそしたらもうなんかレナは赤ちゃんの頃から車にちょっと乗っただけで吐いちゃってたらしい。やばいよね、なんか母体につながってるのつぼるんだけど、なんかいろいろ車酔いとね、ピンク色好きっていうのがなんかつながってて死んだ。おもろくない？ミルク飲まずセブンのスムージーやばいから。おもろね、だからピンクね。あ、やばいよね、普通にめっちゃおもろいよね。男の子だったら女の子しようね。ね。そう、男に女にが良かったらしいけど、まあ弟が出てきてしっかり出現しました。え、ね、遺伝強くない？遺伝ってかレナからの遺伝。レナからの遺伝やばいよね。めっちゃもろくない？でも本当にあのあれらしいよ。普通にあの初めてその退院して
でレナが初めてレナとお母さんで退院してなんかあのお父さんの車で家に戻るよみたいな時にもうレナは車乗ってちょっと待ったら吐いたらしい。やばいよね。なんかもう性質なんだろうね多分。なんか車に酔っちゃうとかそういうのはって思いました。いや母の影響じゃなくてこの影響でしょ。俺の影響ですわこれは。100回もありがとう。シュシュシュ。やばいよね普通に。面白くない？なんか生命おもろいって感じ。お腹にいる時が強かった。でも全然お腹蹴らなかったらしい。やっぱりなんか男の子はマジでわかるぐらいお腹を蹴るみたいなお母さんが言ってました。私の家の男の子だけかもしれないですけどね。それはね、わかんない。え、待って、もうこんな時間やん。やばい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 、待って待って、もうこんな時間。え、無理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 、15分で終わろう。おはよう。ね、生命おもろいよね。やば、もうこんな時間やん。やばいやばい、なんか気づいたらこんな時間って感じ。でも今日は絶対1時ぐ昼の1時には絶対起きる。遅いんだよ。え、ちょっとさ、今日の朝にさ、昨日の夜のさ、夜メール送っていい？夜メール送っていいっすか？今日は15分って書いてなかったから。確かに15分とは、今日15分って言ってないから。充電開始バレてるやん。バレた。やっぱわかるの？音で。やっぱりわかっちゃうもんですね。夜メール、あ、じゃあお休みメールまだ待機させてるっていう感じで。1時前に起きたら朝メール送るわ。今からちょっとお休みメール送ります。いや、そんな見せたい内容でもないけど。せっかく書いたのにさ、なんか嫌じゃん、そのままになっちゃうの。7時まで配信すると予想しました。いや、終わるよ、ちゃんと。ちゃんと終わりますね。15分に終わりますね、ちゃんとね。はい、ちゃんと終わりますね。忘れないようにしないと、振りを。でも振り起こしするじゃん。まだ番号一つも覚えてないからね。最初のスタート位置も覚えてないです。はい、一つも覚えずに振りだけ起こしてるから本当にやばい。充電器も綺麗に見てきたね。どういうこと？あ、うるさいってこと？ね、メールね、せっかくね送ったんだけど間に合いませんでした。私が悪いんですよねこれはきっと。昔のファックスぐらい音鳴るもん。え、わかるよ。なんかジーやージーってやつでしょ。ザ機械音みたいな。え、違う？そんな感じじゃない。紙出てくるやつじゃないの。これは繋がってるから分かっちゃうね、音でね。そんな音分かんのか。8時台に来るメールっていつも寝てからだからお休みメールでしょ。そう。そうだね、いつも寝る前におはようメール送ってる。宇宙と交信。でも今日も振り起こししながら、あの鏡ないんだけど、あのきっと宇宙と交信してるんだろうな今って思ってて。下手くそすぎて。えちゃん、おはよう、おはよう。最近ね、あのプロジェクトマッピング的な、え、プロジェクターか。プロジェクターを買おうか迷ってて、でもテレビあるからさ、でもテレビ全く使わないの。だからテレビを兵庫に戻して。テレビっていらないよね、マジいらないよね。わかんないけど、いや、マジ宇宙と交信しすぎてやばいんだよね。だから、かけるかけるなって思ってます。部屋暗いこと多いし。カモン言ってた。
テレビ見ないんだよね。ネットフリとか見てるやんって思ってまして、みんな持ってない、持ってる人おすすめ教えて。テレビで DMM 見てる。あー確かに。だってさ、ネットフリもさ DMM でもさ、もう壁で見れるってことでしょ。プロジェクター持ってたらね、いいよね。そうなったら、ひれなっちゃうと更新ゆわにゃんは変な踊り、たけのこダンスね。おはようかよ、混ざってこないで。持ってけど使ってない。え、マジ使ってないの？やっぱ使わないねえ。使わないかなって思ってるんだよね。けど欲しいじゃん。壁がね、ここの壁がなんかめっちゃ使えそうな壁なんですよ。でもなんか何も使ってないから、なんかもったいないなとか思って。天井にね、できないよね、ライトがあるから。え、今日27度なの？うわマジ？チョパイモンや、今日チョパイモンの日ですね。じゃあ半袖。ディズニープラス今までで見たことあるわ。あるけどめっちゃ短期間だった。テレビがとりあえずいらなすぎて、テレビいるって言っちゃったんだよね最初に引っ越すときに。テレビはいるでしょとか言って運ばせたのに、兵庫から。いらないよ普通に。いや使わなくなるんだよね絶対。絶対そうなんですよ。ジーオン消えた。あ本当に？こと消えた？古い話申し訳ないけど、右洗い落とせ、どの洗い落としてね、寝てるの右。全然申し訳ないとかないよ、そんな古くないよ。古くない話だよ。いいんだよ。なんかファンのみんなってさ、そういうのあるよね。なんかあの結構いろんなことに敏感になってるよね、あのファンの人同士の中で。いいんだよそんなの、何でも聞いてくれていいし。ふと思っただけね、なんかみんなに対してこのコメントだけじゃなくて。復活された音、復活。みんなわかるんだ、聞こえるかな。なんかわかんないわ、なんか音は聞こえてるけど、ジーみたいな音は聞こえてます。ん、今止まった？あ、なった。今一瞬止まった？うん。ね、静かの時一瞬あったね。あ、じゃあ聞こえてるわ。今鳴ってるでしょ。あ、今止まった。止まった。鳴った。聞こえてるんだ。これ耳近づけたら聞こえるやつだわ。聞こえましたね。聞こえました。音。聞こえましたね。ね、スマホ取りに行かないと。鳴ったり鳴らなかったりしてるんだね。そういうことか。いや、ケーブルはね、大丈夫。多分ね。聴力検査。あれ、聞こえない人いるのとか思うけどね。あ、じわじわ復活系なんだ、これ。鳴ってなくない？今。なんか変な音鳴ってる？わかんないわ。機械音ってやつです。ハンガーに吊るしていいやつを映ってた。ワンピースですこれ。なんか掛け方が適当になっちゃってて。めっちゃ斜めに服がかかられてるけど、耳鳴りの音と似てるよね確かに。お風呂に入るからあのワンピースを部屋の中で干しました。あのワンピースのこの下がね、あのお風呂に入っ、お風呂に
上がった後にもう一回お風呂でかければいいじゃんってなるんだけど、浴槽のところに裾がついちゃうんですよ。だから風呂入った後って浴槽濡れてるでしょ、だから干せなくて。高い音ね、年取ったら聞こえなくなる音なんだ。キャップがあった、嘘、そんな見えてた。え、あ、本当だ、全然ね、画面違うところ見てたわ。コードのせいなのかな。最近衣替えしたのでなんか服のタンスが、タンスっていうかめっちゃいっぱいで、キャップは見えたよね、見えてた思いっきりなんかやだワンピースもさ嫌だよね、こんなところに干してんのって思われるから。全然見えていいやつだからいいんだけどさ。スマホ取引と美味しいもの食うために帰省はいつですか。適当にね、いろいろ忙しくなくなくなったら早ー、見逃したい、見ないでいいよ別に見ないでいいですよね、はい今マジずっと欲しいキャップだって、ずっと欲しいやつで、もうやっとゲットできてよかったって感じでしたね。かきれなチャイナ服も着ないの。え、なんか迷ってるんだよね。え、なんか名古屋で浴衣って言ってたんだけど、なんかココが浴衣を着ないらしくて、だからワンチャン名古屋か幕張でどっか一日私服になるかも。いや、わかんないけど、ココと買い物行って決める。 L 型のケーブルしか刺さるやつなら、ケーブルね、全然ちゃんとしてるやつ、え、見る、普通にね、根元とかめっちゃ大丈夫だよ、ほら大丈夫なやつです、ちゃんとね、大丈夫なやつですはい、うわへー、浴衣一人で着れるの。なんかマネージャーさんが着させてくれるらしい、だから着させてもらう。でも全然着れますよ、一人で。人にやってもらうよりは綺麗には着れないけどピンク、そう、息子ちゃんと決めたのは知ってたけど、一緒にいろいろ着る予定だった。え、全然ね、違うの。え、全然一緒に着る予定じゃないんですよ。普通に買い物行こうねってずっと前から言ってて、でその時になんかここ浴衣着るんでしょみたいな言ったら、着ようと思ってたけどどうしようかな迷ってるみたいになって、え、じゃあれでもどうしようみたいな、ここが着ないなら着んとこっかなとか言って、でなんか買い物は普通になんか前からずっと行こうねって言ってたんだけど、まあ、お互いねやることが多くて、これ済ましたら行こう、これ済ましたら行こうみたいな、明日行こうよって、明日これなんだよ、明日レッスンなんだよとか言って全然行けてないんですよ。おはようございます。全然行けてないですね、二度寝しちゃったのね、おはようだね。名古屋どうしよう、名古屋なんだったっけ、名古屋であれ着るかも、黒猫、一面のイメージ強すぎてココとなんか犬まだ信じてない、なんでココはねめっちゃ初期からずっと一緒にいますよ、案外案外ね、裏では一緒にいるんですよね。
ワンちゃんココが一番一緒にいるかも、裏では。裏でっていうか、そのなんていうの、案外気づいたらみたいな、一緒にいる時間多いかもしれないですね。どうなんだろう、わかんないけど。名古屋で黒猫来てほしい。あ、待って、15分で終わるって言ってたやん忘れてた言っとったのに忘れたよ。ココと仲良くなったきっかけは、お互い通ってて、でホテルでホテル通いだったから、ホテル暮らししてて、で2人でなんかホテルの時になんか夜ご飯一緒に食べたりとか、部屋でねとか、買い物一緒に行ったりとかしてましたね。はい、してました。だからかな、まあ初期の頃からあの通い組は本当に一緒にいる時間が長いからって感じ。買いに行かないかな名古屋で。いや、じゃあ黒猫は幕張に来た人にしか見せないオプションなしで行こっかなこちゃにじゃじゃお尻もろしろかった、見てないんだよねアーカイブ。でもね、あの楽しかったって言ってたよ。だし、なんかついこの間にレッスンがあったんですよ。でその時にあのめっちゃ咳してて、レナがねめっちゃ咳してる時のレッスンだったんだよ、一番しんどい時のね。でそしたらなんかココがめっちゃ心配してくれたって言ったよね、前も。前も言ったね、熱測ってくれて、かきれな大丈夫、無理しないでねって言ってくれますね。ち、キレてるやんキレてるしめっちゃおもろいですよね。お子さん面白いですよ、優しいし可愛いし面白いですよね「じゃあすごいちゃん始めるか」何「じゃあ」って何意味わからんから、「じゃあ」は「じゃあ」ってなんだよ。え、ってかさ、あの前メロを着ようと思ってたんだけど、どこで着る予定だったっけ、ちょっと覚えてないや。暑いよね絶対天邪鬼だから、みんな天邪鬼。天邪鬼って何、今からコンビニ行くけど、なんかいる？え、なんだろう、なんか、なんだろうな、なんか最近めっちゃ美味しそうなアイスを見たんだよね。忘れたから美味しそうなアイス我なぁ、甘なじゃくってなんか前も説明してくれた気がする。みんな月曜日は頑張れません、頑張ろう、みんなで力を合わせて、いえいえ、オーダー6月の幕張通所、やばい、待って、6月も幕張通所か。え、待って、全然何も考えてなかった、荷物やばい荷物やばい。え、待って待って待って、本当に、え、マジ、え、幕張、あ、6月か、あ、まだだよね、オッケーオッケー、まだだからやばいんだよ、暑いからね。名古屋トーク握手、6月の名古屋のトークと握手は変えるわ、なんか猫にしようか。じゃあ絶対暑いよね、マイメロは黒猫にしよう。そう、暑いからやめようと思ってて、だけどなんか全然決めてなかった。6月の握手トークは、6月の握手とトークは猫と浴衣かな。変えといて、じゃあ夜配信で言うわ、応援企画が応援企画のために夜配信に言いますね。みんな覚えといて、それ夜配信までに。梅雨だね、やだね。やっほー、おはよう、今日は仕事休みだ。あ、休みの日結構多いね仕事。マイメロがなし、6月
の名古屋で行くわ。わかんないけど多分黒猫黒猫黒猫黒なの黒猫だっけあれピンクかな。グッモーニングおはよう。6月の握手トークが猫という方でしょ。どっちでもいいやそれは土日どっちでもいいやつですね。で6月の通所が6月の通所何にしよっかな。幕張何にしよう何にしよっかな何にしよっかな私服かな。え、わかんない。迷って迷います。一旦6月の幕張の通所はちょっと一旦帳消しにしましょう。でちょっとなんか涼しい格好にします。握手トークはでもマイメロ着てないのかわいそうだよね。マイメロがかわいそうだよね着てないの。使い終えになる。それでお仕事しあれなの休みなの最強やなそんなの。いやいやたくさん寝てもらって。え、でもね前風呂着たいよねけど暑いからな。え、待ってどこで着ようっていう話なんですよけど前風呂着るならさ通所の方がいいよね。なんか配信に着よう。次のシングルに撮っておくか。でも暑いぞ。そう暑いんだよねそれが問題。あの連番何あ取り消しした一旦全部。幕張さん幕張の通所どうしよっかな。加工するはいうんうんそうするか。福祉トーク行きたいな。ちょっとビートラックに乗せてもらうか。幕張の握手トークかん幕張あ、どっちもあるんだ幕張も。いや違う幕張買えないんだ。でももう名古屋来てじゃあ名古屋の握手来て名古屋の握手トーク来てねありがとう。通所暑いよね。でも通所にさマイメロだったらなんかあのクロミちゃんを着てきますとかいるんだよね。だからまあ申し訳ないけど次ですね次の通所とかいやマイメロですわかんないけどそうします。わかんないけど分かり通所まだ変える。分かりの通所がまだ変えて握手とトークがもう変えないんだね。あ違う握手とトーク変えるのが愛知だけなんだね。通所が変えるのは分かりだけってことか。じゃああと2会場しかないってことか。早いねやば全然みんなと会ってない気がするんだけど。かソロだったからそうだったかな。そういうことみんなどうするの。会いたくないのレナに。次のシングルにレナがいないかもしれないよ。どうするそうなったらもうこれで会えんの最後だよ近くで脅す脅しそろそろ仕事行ってらっしゃい頑張ってね。あと2会場か結構すぐだねなんか思ったよりね結構すぐですね。ボンボンブリン頑張れー。あーどうしたどうねいや持ってなえディディだから大丈夫って怖いこと言わないあいやえドスコイすごいやん。すごすぎて無理くらいこう見つけるだけの話。あー普通にレナぐらい応援するかぐらいの子を見つければいいってこと。それがね見つからないんだよ
それがね、見つからないんだよ。そういうもんでしょう。あ、引退かっつったの。そういうもんなんですよ、オタクって。オタクの気持ちになる。案外早く見つかりますよ。いや、そんなことないから。なんでそんな言う、なんでそんなこと言うの。なんでそんなこと言うんだね。代わりはね、いないから。代わりはいないからね。10年やば。10年やばいやん。そういうのだから、まだまだいけいて。準備のため。脅しの罠に引っかかってるやん。引っかかってます。いや、いるよね、やっぱ。そのなんかあんまり引きずらない人も中にはいると思うよ。全然そういうのが悪いとかじゃなくて、全然いいと思う。それも、そういう人がいても。そうそう、いっぱいいるし、みんな可愛いし。でも偉いよね、それなんか切り替えができる人。できてなくてもそれぐらい好きだったんだなって思えるし、まあいい人ってことですよ、みんなは。どうなっても。みんながどう思うと、みんなはね、いい人ってことですよ。人に遊び行く程度、遊び程度に行く子が増えるだけの話。でも変わり合いないでしょ。変わり合いないでしょ。脱退死んだ。切り替えできない人、できない系、みんなどう。自分のもし、まあ、DD の人は置いといて、もし玉虫だったら切り替えできるかできないか。まあできなくても全然いいと思いますけどね、私は。切り替え早いよ。いいじゃん、別に切り替え早くてもいいと思いますよ。そういう魅力あるメンバーがいっぱいいるからね。初め数人いたけど、言ってるのは一人の子だけだから。まあそうだよね、それはそうだと思う。それの授業には慣れてます。マジで。そんなんやってくれるのレナだけなのかな、わかんないけど。これが優しい発言なのかわかんないけどね。握手会全員かすり、いいよ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 。自分がね、握手したい数だけでいいからね。それは全然そんな圧かけてないから、圧かけてないから。次のシングルレナいないかもしれないけど、圧かけてないから。冗談ですよ、冗談。お互いだと思う。あ、卒業したなってこと。僕は楽しいです。大阪楽しいです。どういうこと。たこ焼き好きなんだね。じゃあたこ焼き食べな。レナは銀だこ派だけど。まあそれ落ち込むな、落ち込むと思うけどさ。まあ別に切り替えが早いことで悪いこともないし、ずっと引っ張ることで悪いことでもないから、まあみんないい人なんですよね、ファンの人って。うん、アイスありがとう。握手したくないけど、このままだけ見たい場合はどうしたらいいですか。え、トークでいいじゃん、トークトークトーク。ゴリゴリ振ってね。落ち。あー、そういうことね。ついていく。うん、それいいね、それ優しいよね、いい人。なんかたまにいるよね、そう、なんかその子、そのアイドルだった時のその子が好きなだけでみたいな。それでも全然いいと思うんだよ。全然いいと思うよ、アイドルのそういうもんだからね。その会いに行ってね、歌って踊ってるこの子が可愛いからね、全然いいと思うんですよね。それでも全然いいんだけどね。そういう人もいるよね。そういう人は案外切り替えとかもね、
うまくいける人なのかなとか思ってるけど。どうくり握手派です。え、なんで握手なんじゃないのなんでなんで。しげねさんありがとう。いつかまた会おうね。いつかまた会える日まで、シクシク卒業ショック対策で複数押し作ったのがいいかな。それね、こないだ話したよね。なんか何人もいる人の方がなんかメンタルの衝撃はなんかちっちゃいみたいな話をした前にわかんないけど、あ、そうそうそう、歌って踊ってる人にその会いに行くのがいいからみたいな。そうそうそう、それはよく聞くよね。こちらチラーチラ状態だね、レナ今。握手はそんなしなきゃ。握手は、そうなの、潔癖症なのに顔見れれば何でもいい派、うん、それめっちゃみんな言う。いい人を普通に超笑顔だったね僕も笑顔やん、それ。衝撃分散方式終わるね、そろ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 終わるわガチでそろそろ終わるわガチでそろそろ終わるわ、そろそろ終わりますね。さよなら、さよなら世界、おやすみ世界、さよなら世界。分散方式、衝撃分散方式めっちゃおもろいやん。待って、それめっちゃおもろいんだけど。え、待って、普通におもろい、なんかおもろいねおもろいなんかツボ。おやすみなさーん。おはよう。おはよう。おはよう。引き抜か引き出ないか、どうしないと分かりません。やって気づくのもありますから。あ、それあるかも。それあるね、きっと。それあるかも。みんな、ちゃんとレナのことを毎日思って、レナが卒業したときにショックが大きくなりますように。メーヘラ。メーヘラ発言。怖いね一時に頑張って起きますね起きます、ちゃんとね、2時にならないようにあ、服とかも見てくれる人いるよね。今日どんな格好してるのとか、この格好かわいいねとか、この服にリボンがついててかわいいねとか、ぺしみーどすこめでまじまたな、いやにゃいなやつだる全部やんまだ貸し付かない、あと少しお願いしますね寝るからもう寝るから、久しぶりね。ひどいね、めっちゃひどかったねショック減らす、ショック減ったらいいねとか言っといてさみんなのショックがでかくなりますようにとか言って、最悪な人。シーズン6以上、うん、ちゃんと薬局行くね、ちゃんと今日は行きます行きますこれは無理やなね。え、でもなんか大丈夫です、ちゃんと寝ます。ケナブ頑張って起きてね、おやすみ、頑張ってみんな仕事行ってね、寝すぎないように頑張ります。はい、おやすみ、おやすみな、笑い程度に来ます服と髪型褒めるのは基本、いやもうそれなんか言うことないから褒めてみたいな感じやん、その言い方はい、ってことで、ってことでみんな頑張ってほしい、みんなも頑張ってるからね。え、でも頑張りますね。4連発だるいわマジで行けない。お、今日なんか休みの人多いね、普通におはよう、またね、おやすみ、おやすみ、前も二度寝、あ、二度寝して、二度寝して、この前二度寝してあれなの夢見れるかもね。またね、またね、またね、じゃあね、バイバイ、今日も一日頑張ってね、頑張ろうね、頑張ろうね、頑張ろうね、やばい頑張ろうね、あー月曜日小さいと思うけど頑張ろうね、チキチキーあふみー頑張ろうね、おはようやめてください
バイバーイバイバーイ、オープニーオープニー、おやすみー、バイバーイ、今日も頑張りましょう、おつれら寝まーす、さよなら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 バイバーイ。何してるでしょう。バイバーイバイバーイバイバーイ。お疲れ様でした。歯医者ありがとう。住んでいいよ。狭いけど。ラブラブ、じゃあねバイバイ、今日も頑張ろうね、一日ね頑張ろうね、今日も私も頑張りたいと思います。今日の目標、買い物行ってダンス踊って振り起こし、もう一曲する、えいえい、おーおー、バイバーイ、バイバーイ、バイバイ。